ケールの街並みケールは、ストラスブールの対岸にある、ドイツバーデンビュールテンベルク州の都市。ケールは1038年に、初めて文献に現れる。1338年には、対岸のストラスブールとの間に、初めて高級的な橋が築かれた。1678年に、フランスの侵入を受け、ケールはドイツから、 ストラスブールの防衛線とみなされるようになり、1683年には、フランスの建築家、セバスティアン・ルプレストル・ド・ボーバンによって要塞が建設された。1703年に、スペイン継承戦争で、フランスの将軍クロード・ルイ・エクトル・ド・ビラールに包囲され、落とされているほか、1733年にも同じく、フランスの将軍、 ベリック公ジェームズ・フィッツ・ジェームズに包囲され、落とされている。1774年には、バーデン議会の要請によって、バーデン返教博、カール・フリードリヒが、特権都市であることを宣言。その後、フランス・バーデン・オーストリアの支配を経て、1815年に、バーデン大公国から返還され、要塞は取り壊された。1861年、 最初の鉄道橋が建設され、また、鉄道の乗り換地とされ、パリとウィーンを結ぶ、交通の要衝となった。第二次世界大戦後、ケールは再び、ストラスブールの郊外と位置づけられるようになった。その後、ドイツの敗戦によるフランスの占領管理は終了し、1953年から、ドイツ連邦共和国に帰属するようになった。ありがとうございます。